超一流の朝の習慣。こんにちは、一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は超一流がこっそりとやっている朝のルーティーンについて解説していきます。朝の時間の使い方はあなたの人生を大きく左右します。平凡な人生を歩む人には平凡な人生の習慣があります。そして超一流と呼ばれる人たちには超一流の習慣があります。超一流の人は朝の時間にどんな習慣を持っているのか、まずは超一流の人の朝の習慣を知ってください。そしてあなたの習慣に取り入れてください。超一流の人たちは超一流になった後に朝の習慣を作ったわけではないです。その習慣を実践していたからこそ成功して超一流と呼ばれる存在になりました。一流の習慣を真似してあなたも一流への階段を駆け上がってください。今回の動画では後藤隼人さんの本結果を出し続けている人が朝やることの中から超一流が実践している朝の習慣を9個解説します。真似できる習慣を見つけてすぐに実践してみてください。今回の動画を見て参考になった、面白かったという人はいいねやコメントをお願いします。1個目、今日1日うまくいくと決める。人は自分の未来に対してこうなれたらいいなという願望を抱くよりも必ずこうなっているという思い込みを持つ方が強いです。だからこそ今日一日私は必ずうまくいくと決めつけてください。決めつける方法は頭の中で今日一日の成功体験をイメージするだけです。脳はイメージなのか実体験なのかを区別することができないです。イメージだけでも脳はすでに成功したと錯覚してくれます。その錯覚が今日一日うまくいく決め手になります。あらゆるスポーツでもイメージトレーニングの効果は実証されています。想像するだけでうまくいくわけがない、そう思わないでください。毎朝真剣に今日一日の成功体験をイメージしてみてください。2個目、全身に酸素を巡らせる。朝目覚めて起き上がったら外の空気を感じて深呼吸してください。深呼吸は脳に多くの酸素を送り込むことで頭をすっきりさせる効果があります。さらに深呼吸はあなたの血圧と心拍数を整えてくれます。そして外の空気を感じることで日光を浴びることができます。日光を浴びると眠りを促すメラトニンの分泌を抑えることができます。一日の生活リズムが整い日中のパフォーマンスレベルが高くなります。朝から体を動かしたい、足腰を鍛えたい人は脳科学者の樺沢紫苑さんがおすすめする朝散歩を実践するのもおすすめです。朝から深呼吸や朝散歩することで脳をすっきりさせてください。さらに外の空気を取り入れた後は滝に打たれるようにとにかく1分間後頭部やうなじに厚めのシャワーを浴びてください。後頭部やうなじには脳と心臓をつなぐ血管が通っています。そこに厚めのシャワーを浴びると頭への血流が増えます。そしてその後厚めのシャワーを全身にも浴びることで全身の血流も良くなります。血流が良くなるとあなたの朝のパフォーマンスレベルが飛躍的に高くなります。人は1日24時間という限りある時間しか持っていないです。だからこそ一流の人は同じ24時間の質を高める努力をしています。朝の時間の質を高めるために厚めのシャワーを浴びる習慣を身につけましょう。3個目、筋トレとストレッチをする。今日のコンディションがいつもと同じで正常な状態なのか、もしくはどこか体に不調があるのか、これを確認するために朝は数分間筋トレやストレッチで自分の体と対話をしてください。心と体っていうのは常に一体です。体のコンディションが不調な時は正常な精神状態で正しい判断をするのが難しいです。
体が不調だといつも通りのパフォーマンスを発揮することができないです。だからこそ朝から筋トレやストレッチで全身のコンディションを確認してください。そして体のコンディション状況に応じて自分の今日一日の仕事を管理するようにしてください。コンディションが悪い時に多くの仕事を詰め込むと必ずミスが発生します。コンディションが悪い時に重要な決断を即決するのはリスキーです。コンディションに合わせた仕事の管理は必ずあなたの失敗や損失を減らしてくれます。4個目、やらないことを決める。朝から今日一日のうちにやらないことを一つ決めてください。ビジネスっていうのは選択と決断の連続です。そしてやる決断よりもやめる決断をすることは難しいことが多いです。だからこそ今日一日これは絶対にやらないってことを毎朝一つ決めて決断力を養ってください。その上で何かをやめることでできた時間は自己投資の時間に当ててください。いかに無駄を削って自己投資の時間を作れるかが一流の世界で生き残れるか淘汰されるかの分かれ道になります。一流になることは困難です。簡単なことではないです。そして一流であり続けることはその数十倍も困難です。やらないことを決めて自己投資をする、これを習慣にしてほしいと思います。5個目、1分間で決断をする。基本的に決断をするにはストレスがかかります。何かを始める時も何かをやめる時も今までのルーティーンとは違う行動を取ることになります。ただし人っていうのは怠け者で決まったルーティーンを崩すことを嫌います。そのため1日の時間の中で決断できずにうやむやにしてしまうことがあります。だからこそ朝の時間を使って前日決断できなかったことと向き合う時間を作ってください。1分間真剣に考えて決断できていなかったことを決断してください。決断できなかったことを消化する、この積み重ねがあなたの自信になります。そしていざという時のあなたの決断を後押ししてくれます。一流への階段を駆け上がるには難しい決断が必要となる場面がたくさんあります。昨日の決断なんて今更遅い、そんな考えは捨てて朝から決断と向き合って自信をつけてほしいと思います。6個目、スケジュール管理。朝起きたらその日一日のスケジュールを確認してください。そしてスケジュールの調整が必要であれば朝のうちに調整をしておきましょう。特に大切なのは余裕時間を確保できているかです。そして大切なクライアントとのアポイント後は予定を入れていないか、この2点を確認してください。イレギュラーなことが起きた時に余裕時間を確保していればスケジュールは大きく崩れないです。しかし余裕時間がないと大きく予定が狂ったり何とかするために焦ってしまってミスを犯してしまいます。ちなみにこれは何かお願い事をされた時も同じです。だからこそ朝からスケジュールの余裕時間を確認して心の余裕を作りましょう。そして大切なクライアントとのアポイント後のスケジュールが空になっているのか確認してください。常に心の余裕を作ってイレギュラーにも対応できるようにしてください。7個目、第一人者の真似。一流になるための最も簡単な方法は第一人者の真似をすることです。一流の人は必ず一流になるべくしてなった思考、行動、習慣を持っています。あなたがもし一流になりたいなら一流の思考、行動、習慣を徹底的にモデリングしてください。そうすれば必ずあなたも今以上の成果を手にすることができます。だからこそ本を読んだり YouTube を聞いたりボイシーなどを通してモデリングするための情報を朝から集めてください。オリジナリティを出して成果が出る人はごく一部の人に限られています。最初からオリジナルで突き進んで一流になれるのはほんのごく一握りの天才だけだと考えてください。だからこそあなたが一流になりたいのであればオリジナルの自己流でやるのではなく、まずは第一人者を徹底的にモデリングすることです。8個目、自分は大丈夫と言い聞かせる。
人はピンチに陥るとパニックになって実力通りの成果を出すことができなくなります。そのため朝から自分は絶対に大丈夫と自分に言い聞かせる習慣を身につけてください。自分で自分を褒めて自分で自分を勇気づけてください。自分の過去の成功体験や困難を乗り越えた経験を思い出して、今日もトラブルが起きても大丈夫、私は大丈夫、そう自分に言い聞かせてください。そうすると少しの困難にぶつかったとしてもパニックに陥ることがなくなって実力を発揮することができるようになります。ただし時にはそれでも不安を感じたり気分的に落ちてしまう問題を抱えることがあります。その場合はどんな事態を招く可能性があるのか紙に書き出してください。そして次はその書き出した事態に対する対処法を書き出してください。その後最悪の場合の対策も考えたから私はやっぱり大丈夫と改めて自分に言い聞かせてください。そうすればあなたは何が起きても動じることなく実力を発揮することができます。9個目、常識を疑う。人間の脳は働き者です。だからこそ力を抜けるときにはとにかく省エネをしようとします。そして脳っていうのは省エネモードに入ると思考することを停止してしまいます。そしてその思考を停止した項目があなたの中にある常識です。朝起きたら顔を洗うのが当たり前、朝食を食べたら歯を磨くのが当たり前、このような行動をとるときに毎回なぜその行動をするのか理由を考える人はいないです。これがあなたの中の当たり前です。しかし常識を疑う意識を持つことが一流になるには大切なことです。一流と呼ばれる人は世間一般的な常識を無視して非常識なことを行っている人が多いです。というよりも非常識なことをやるからこそ一流と呼ばれる存在になっています。毎日常識を疑って本当に自分のとっている行動は正しいのか、自分の考え方は間違っていないのか考える癖をつけてください。その積み重ねが日常の中で常識を疑うアンテナになってビジネスにおいて大きな差になっていきます。そしてその差が凡人と一流の大きな差になります。毎日これでいいのかこのまんまでいいのか常識を疑うようにしてください。朝の時間の使い方であなたの人生はこれから大きく変わります。平凡な人生を歩む人には平凡な人生の習慣があります。その一方で超一流の人たちには超一流の習慣があります。人生を変えるのは朝のルーティーンです。今日伝えた超一流の朝の習慣9個をぜひやってみてください。毎日やるだけでどんどん考え方が変わっていきます。この動画を見ていただいて面白かったという人はいいねやコメントもらえると嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。